後半戦は大阪府警のキックオフで再開する形になります。キックオフキッカーは87番の山口が務める模様です。摂南大学出身のプレイヤーです。対しますトライスターズリターナは2番と27番を配置する模様です。2番は大畑、大阪商業大学出身、27番は佐川、手塚山大学出身のプレイヤーです。さあ手前にいる選手にキックしました。大きな痛みを避けるためにあえてオンサイド気味にキックをいたしました。4番これをキャッチしましてハーフウェイ付近からの攻撃に変えます。今日疲れる形でしたか、でしたがトライスターズ4番森素晴らしい対応しましてこれをリターンする形に成功しています。さあ結果的に相手陣入ったところから攻撃に入りますトライスターズ。相手陣48ヤードからファーストアンテン。さあここでリバースプレーを展開しましたがイエローフラッグが投じられております。反則が発生した模様です。さあどちらのチームの反則だったでしょうか。オフェンスの反則です。クリッピング相手選手を引っ掛ける形で倒しました。アメリカンフットボール相手選手は足にかけて倒すことが非常に危険な行為のために重大な反則として扱われます。反則抜体距離15ヤード下がりましてファーストダウンやり直しという形に変わります。非常にトリッキーな左右に振られる形にあるリバースプレーはしばしばそのイリーガルなブロックが発生しがちですがここは大きな反則が発生しました。トライスターズ下がりましてファーストダウン25で試合再開です。ボールオン時点35ヤード。さあここでクォーターバック自らランプレーを展開しました。その総力でまず状況を打開図らんという判断でしょう。ハンドオフをフェイクしましてそのままランニングバックをブロック管して左オープンのランを敢行いたしました。約5ヤードほどゲインになったと思われます。トライスターズセカンドダウン21で、攻撃継続となっています。ボールオンは自陣41ヤード。ここでオプションプレーを展開。ダイブフェイクオプションでランニング枠41番の総力にかけました。ディフェンスが密集する中しかし41番見事な果敢な突進のランプレーによりまして約5ヤードから6ヤードのゲインをかかっております。非常に厳しい状況を見事に突破いたしましたのはランニング枠41番の山本でした。手塚山大学出身。トライスターズサーダウン16。さあまだ厳しい状況続きますが突破なるでしょうか。ここでイエローフラッグが投じられています。反則発生です。
さあ果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。ディフェンスの動きにつられたか、オフェンス1秒間静止できず、フライングの形で5ヤード抜体となっております。トライサーズサーダン21、ここでランプレーによる突破を図りました。ドロープレーを展開し状況打開を図り、41番の総力にかけましたが、しかしこれは大阪府警も譲りません。フォースダウンに変えます。トライサーズフォースダウンロング、パントフォーメーションを取っています。マーベラス、ナイスパント。ここでパンター13番見せました。絶妙にコントロールされたパントは大阪府警陣4ヤード付近でデッドしまして、この位置で攻守交代となります。一気に追い込んだ形に成功いたしまして、攻守交代になります。パントのその成否の凄さをここで見せつけました。見事なパントでした。13番中塚でした。さあ大阪府警、非常に深い位置に戻されましたが、この位置から攻撃に入ります。自陣4ヤードから大阪府警ファーストダウン10。さあランプレー行ったが、ここはトライスターズディフェンスが見せました。非常に厳しい状況、大阪府警はパワフルなランによって突破図らんというところでしたが、しかしトライサーズここは見計らいまして、このラン阻止しております。ノーゲインでセカンダーに変えます。さあトライサーズ、大阪府警としては何としてもこの厳しい状況だけは脱却したいところです。しかしトライサーズとしてもこのチャンスは何としても逃したくない。さあ力のこもった攻防になります。セカンダーの手、さあこれもトライサーズ踏みとどめます。今度は右オフタックル付近にランプレーを展開しようといたしましたが、これもトライサーズディフェンスフロントフロンが圧力かけまして、このラン阻止し1ヤードのロスにとどめております。さあ大阪府警はサードのナインの状況になっています。突破なるでしょうか。ランプレー行った、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。ここはトライスターズディフェンス陣踏ん張っております。さあ最後の攻撃権になります。大阪府警フォースダウン5の状況、ボールオンは自陣9ヤード、非常に厳しい位置です。パントによる状況打開を図りますが、さあ果たしてこのプレーどうなるか注目しましょう。ここでホイッスル、ここでウォーターブレイク、水入り入ります。熱中症対策のためのウォーターブレイクですが、まさにこの絶妙のタイミングで入ったという感があります。さあここでのウォーターブレイク、双方にとってどのような流れを生む形になるでしょうか。この配信は X2、X3 ウエスト全チームによります合同企画によって実現しております。
多くの企業様個人様のご期待ありましてこの配信は成り立ちました。そのご向上大変感謝申し上げます。この企画現在も継続しております。この企画が成り立つことによって皆様にアメリカンフットボールを YouTube で配信することがかなっております。ぜひご協賛よろしくお願い申し上げます。さあウォーターブレイク解けましてフォースダウン5の状況試合再開となります。大阪府警自陣9ヤードからの攻撃、フォーメーションはパントフォーメーションを取っています。さあスナップ見当たり、さあここの判定だ、どうなる、どちらが抑えた、審判のジャッジは、さあ審判のシグナルまだ出ておりませんが、トライスターズが確保しました。結果的にはトライスターズ攻撃を奪った形、テイクオーバーになりまして攻撃権トライスターズに変わります。結果的には相手陣の30ヤードからの絶好の位置の攻撃を得ました。トライスターズさあ生かせるでしょうか。トライスターズファーストアンテン、パス不成功。まずクォーターバックプレイアクションからタイトエンド2番へパスを投じましたが、これはしかし大阪府警パスカバーしまして防いでおります。パス失敗でセカンドダウンに変わります。しかし有利な位置は変わりません。トライスターズ相手陣30ヤードからセカンドダウン10、パスは通った、しかし大阪府警ナイスディフェンス。今度は外で展開していた16番にパスを投じ、そこからキャッチアンドランはかるというところでしたが、しかしここはディフェンスカバーし、ゲインは4ヤードにとどめております。しかしディフェンス群がる中見事にキャッチしましたのはトライスターズ16番の藤川でした。関西学院大学出身エイジ44。トライスターズサーダウン6、ここでフルバックのランプレー、しかしこれは大阪府警が止めた。密集点を気をつくようにダイブプレーによって突破を図らんというところでしたが、ここでしかし 大阪府警57番見事に対応しまして、このラン阻止しております。対応しましたのは57番の永井川でした。大阪産業大学出身のプレイヤーです。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入っております。さあ試合再開になります。トライスターズフォースダウン5。
さあ体型変えたフィールドゴールトライ、キックによる3点であります。キックレングス30、失礼しました、42ヤードの距離。さあ決まるでしょうか。キッカーは13番中塚。距離十分、しかしキックス失敗、フィードゴール失敗により無得点となり攻守交代になります。しかしキック距離十分、素晴らしいキックを披露しました。さあ大阪府警なんとかしのぎまして攻撃を取り返す格好になっています。ボールオンは自陣25ヤードからの攻撃に大阪府警入ります。大阪府警ファーストアウト。パス不成功、プレー乱れましたがクォーターバックなんとかカバーしパスを投じました。しかしこれは取れさず許しません。パス不成功となりセカンダーに変わります。大阪府警セカンダーウンテン、さあランプレーでいった、何枠8番ハンドオフを受けまして左オフタックルからオープンに展開、すり抜けるように約3ヤードから4ヤードのゲインに変えています。キャリア8番は菅野です。阪南大学出身。大阪府警サーダウン6、中央のランプレーだがこれはトライサーズ止めた。さあフォースダウンに持ち込みます。トライサーズフォース、失礼しました、大阪府警フォースダウン3、プレーします。フォースダウンギャンブル、3ヤード突破、このワンプレーにかけます。ランプレーいった、判定どうか、攻撃権更新ならず、フォースダウンギャンブル失敗で攻守交代です。ターンオーバー、攻撃権変わりましてトレッサーズに変わります。ここで大阪府警はランによる突破が可能と判断しフォースダウンギャンブル敢行しました。しかしトライサーズディフェンス踏ん張り、攻撃権更新ならず攻守交代でトライサーズに攻撃権変わります。さあトライサーズ相手陣34ヤードからのファーストアウト。クォーターバック15番右に展開しておりましたワイドレシーバー9番にパス、9番相手ディフェンスが群がる中これをキャッチアンドランし約2ヤードほどのゲインに変えております。プレッシャーありながら見事にキャッチしましたのはワイドレシーバー9番の太田でした。南山大学出身。Oh!
さあ今度はランプレー、何枠ハンドオフから右オフタックルへのパワープレー、攻守入り乱れる密集点のランプレーでしたが、ゲイン約3ヤード確保しています。トレッサーズサードン6、さあクォーターバック自ら行った、ダイブフェイからキープを敢行し攻撃権更新を図りましたが、わずかに届いておりません。フォースダウンに変わります。ここでホイッスル、ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーター終わりまして、トライサーズ6点、大阪府警シリーズ0点、攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。